はい、皆さんこんにちは、村長です。ユージャム防具を使って新たに分かったことがあります。今まではコードを弾くと同じ C であればどのポジションでも同じ弾き方をするというふうに思っていました。それが全く違いました。今まで高いところをちょっと弾かしたいときはレンジを今動かしているようにですね、こう変えてちょっと高音を手数を増やすとか、ここで低音をこのようにするととってもレンジが広くなって低域から高域までバリエーションよく弾いてくれたりとか、それを高音だけに寄せるときはこのようにしてやっていましたが、画面の下のミディの音符を見てください。このようにかなり高さをオクターブ以上高低差を作っています。このようにするだけでこのレンジのところをオートメーションなどで書かなくっても高いところを弾けば高い音が鳴ったりするということが分かりました。そしてもう一つ、ここの最後のところなんですけれども、このようにエンディングでありますようにこんな弾き方をしています。こういうように弾きたいときに、ここにありますようにインストゥルメントモード、ここで言えばこのスイッチですね、こうやって音源のモードにしておけば自由に弾けるんですけれども、そしてここで最後またプレイヤーモードに変更をしています。このように設定するのはスタジオ1以外の場合は C のマイナス2、そうするとこのプレイヤーモードになりまして、まあ、ここで言えばこのモードですね。はい、これが今プレイヤーモードです。そして C シャープのマイナス2という音程にキースイッチを書きますと、これがこのようにインストゥルメントモードに切り替わる、このようになるんですね。ちょっと見ててください。ここが切り替わるのがわかると思います。はい、このように切り替えができますので、一つのトラックでインストゥルメントモードとプレイヤーモードを切り替えれるということなんです。この二つのことが分かったので、ここではそんなにバリエーションを変えたり、スタイルももちろん一つだけですし、バリエーションもそんなにも変えてないんですけれども、いわゆる弾くところの高さを変えることと、そしてここにビジネスというモッドホイールを動かせばできる、ここにツールがあります。このツールは画面の下の方にモジュレーションを出しますと、このようにモジュレーションを書くことができます。こういうことですね。そしてまたこの左に強弱があります。いわゆるピッチベンドを変更するとベロシティが変えれることになります。それはどういうふうにしてるかというと、ここでピッチベンドを出します。このようにして普通のベロシティはこのように一定なんです。でもこのピッチベンドでこのように変えたりしています。それでどのぐらいの表現力があるかということを見てください。ではまだ完成品じゃないんですけれども、ピアノとそしてシンセサイダー V のボーカル、そしてストリングス、ベース、4つのトラックを作ってある状態です。後でドラムを入れたり、もう少し他のシンセサイダーを入れたりというようなことを予定しています。では聞いてみてください。僕はなんで歌うのだろう、誰が聞いてくれるのだろう、そんな一人ごとを僕に綴り、なんでなんでなんで、トンネルの中弾く弾く、ひたすら弾く北の弦が切れる。
楽譜の歌詞が滲むほどに泣きたい声は誰かの元へ したでしょうか。一つのスタイルとバリエーション、そしてビジネス、そしてピアノのベロシティ、これらを変えるだけで、今回はオートメーションは全く使っていません。それでもかなりの表現力ができますので、今までのピアノソフトにあったようなグルーブ、いわゆるループ集といったらいいんでしょうか、そういうようなグルーブの生成の仕方とは全く違う、多分世界初と言ってもいいんでしょうか。この防具を使いこなすと、僕なんかはピアノが全く弾けません。それでもこんなようなフレーズがうまく作れる素晴らしいソフトだと思います。皆さんもぜひ機会があれば、使用版も30日は使えますし、一度試してみてください。村長スタジオでした。ありがとうございました。